アントの、あのマフラーがですね入ってるんですけど、奇跡的な音がしますよね。もう3000回転超えたぐらいからめちゃくちゃ気持ちいい音がしますね。このミッションの反応がですねむちゃくちゃいいですね。これこんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はフェラーリ F8 スパイダーのご紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですね、フェラーリの F8 スパイダーのご紹介ということなんですけれども、つい1ヶ月前、1ヶ月半ぐらい前かな、同じですね、あの白の、F8 スパイダーのご紹介をさせていただいたんですけれども、こちらはですね、今回は同じ白のカラーリングで、中もですねデイトナシートのホワイトレザーのですね、オプションをこう選択されたあの F8 ということになっております。で、令和3年の12月登録ということになるんですけれども、令和4年モデルという感じになると思うんですけれども、今回もですね AIS の査定があのつけておりまして、評価点がですね5点の外装 A 内装 B ということになっております。走行距離がですね今9400キロという走行距離ということなんですけれども、外装をですねまずこの一通り見ていただくと、この査定表で見るとですねほぼほぼあの目視できる傷っていうのの表記がないことが見て取れるかと思うんですけれども、非常に綺麗にですね使われているとあの車になります。で、オプションがですね結構多数あのこの車入っておりまして、全部のですねオプションっていうのは多分1000万以上 の, あのオプションというのがついております。まずですね、外装になるんですけれども、外装がですね結構内装とかもすごいですね。スティッチ、インテリア、エクイプメント、この外のですねまずこの色がですね、このビアンコ富士というあのカラーになってまして、これは特別色になるんですけれども、このオプションでですね323万のオプションということになってますね。で、このですねリップスポイラー、ここもですねカーボンのものになってまして、このフロントのですねこのスポイラーの中の部分ですね、ここもあのカーボンファイバーのものになっております。それとこちらですね、ここもあのカーボンが中に入っているような感じになってますね。とにかく目に見えるものは、目に見えるところで選択できるのはあのカーボンファイバーが入っているという感じになってますね。でタイヤはですね、この標準のものになるんですけれども、タイヤの名自体はですね、七分山かないうふうになってますので、交換の必要はないということになってます。ガリ傷もですね、一箇所もないというような表記になっております。で横見ていきたいと思いますね。オープンにした時のこの内装のこのカラーリングっていうのがすごいですよね。めちゃくちゃインパクトがあるなというような感じですね。で後ろ見ていきたいと思います。この色がですねこの、ちょっとこうパールがかったようなですね白になるんですけど、この光の当たり具合によってですねあの見え方っていうのがまたあの変わってくるような感じのカラーリングで、非常にこうあのなんて言うんでしょうね、こう味のあるというか深みのある感じの色っていう感じがしますね。でこっちこの下ですねここの部分もあのカーボンが、サイドステップのですねところにも、入っているということになっています。で後ろ見ていきたいと思いますね。でブリリアントのマフラーがですね社外品のものが入ってて、もちろんバルブ開閉スイッチがついているという感じになっています。
で、リアのですね、このディフューザーの部分も、これも全部このカーボンの、エアロパーツになっているということですね。で、助手席側見ていきたいと思います。車がとにかくこの綺麗な状態ということが言えるので、外装がですね、特にそのツーリングとかいろんなもので、乗った時にですね、前にその飛び石が多数あるような車っていうのが結構ある中で、全くですね、そういった特筆すべきマイナス点っていうのがないというのはですね、ポイントが高いかなというふうに思いますね。はい、内装ですね、見ていきたいと思います。これはすごいですよね、このカラーリングですよ。もう全部ですね、この白のレザーになってるんですけれども、外装とですね、この内装のマッチングっていうのが本当にこう、なんていうんでしょうね、スポーティーなんですけど、ちょっとラグジュアリーな感じの印象っていうのもこう見てですね、感じ取れるような感じになっていると思います。で、これ内装がですね、これ B になっていると思うんですけど、これはですね、おそらく同じ黒であればですね、こういったちょっとした汚れとかっていうのが目につきにくい部分っていうのがあるんですけど、白であるがゆえにですね、どうしても目につきやすい部分っていうのがあるのかなと思うんですね。で、フロントシートのシワショーとかっていうのが出てるんですけれども、この中のですね、この突起事項でいうと、このフロントシートのちっちゃなシワを言ってるんですよね。例えばこういったところ、例えばこういったところ、こういったものを多分取られてると思うんですけど、これ黒だったら多分ね、あんまり目にも入ってこないんじゃないかなと思うんですよね。あとは、このマットの部分とかでも、この黒と白のこのコンビになってるんですけど、白の部分っていうのはどうしても足で踏む部分になるんで、真っ白の状態じゃなかったりとかすると、この部分が少し汚れてるなというようなものになってですね、これがこのマイナス点につながっているのかなっていうふうに思うんですけれども、実質はですね、もうほとんど内装についても気になるようなマイナス点というのはないような車というふうに理解いただいていいのかなというふうに思いますね。で、ここもね、カーボンパーツがすごくたくさん使われているんですよね。こういった、この取っ手の部分とかですね、いうのもパーツが使われています。ちょっと乗ってみたいと思いますね。このシートがですね、なんかこのオプションを見ると、デイトナスタイルシート、ダイヤモンドパターンスタイル、あとデイトナレーシングシートというのことで、中に書かれてるんですけれども、まあオプションの表記自体がですね、シートだけで3つ出てますね。カーボンファイバーレーシングシート、レーシングシートリフターとかですね、まあ、いうのが出てますね。はい、で、このステアリングもですね、こういったそのカーボンファイバーのステアリングになってて、すごく昇降系のものになってます。で、中のですね、この辺りも全部カーボンパーツになってますね。あと、このシフトの部分ですね、この部分も全てカーボンファイバーになってますね。で、リアのこのパッセンジャーディスプレイ、これはオーナーさんの方にお聞きしたんですけど、パッセンジャーディスプレイはわざわざつけなかったということで言っておられまして、ほとんどですね、使えるパーツとか、まあ、これだったらいいなと思う考えうるオプションというのは大体全部盛り込んで、オーダーしたというふうにお聞きしているんですけれども、まさにね、このオプションについてはかなり充実した車ということが言って差し支えないかなと思いますね。ちょっとエンジンかけてみたいと思います。今ですね、ノーマルのモードになってますね。これブリリアントのマフラーが入ってるんで、これをですね、このバルブ開閉スイッチを取ったら開けばね、すごい音に変わりますよね。
なんかね、あのけたたましい感じというよりは本当レーシングサウンドという感じになるかなという感じですよね。でもちろんこれだとフロントリフターもついてますし、こういったそのカメラもですね、オプションのものは一応あのついているということになっております。ルーフをですね、閉めてみたいと思います。これもですね、あの少し走りながら、開閉をすることもできるということになっているので、まあ、すごく実用性は高いという感じですよね。エンジンルームを見ていきたいと思います。ここもですね、全部カーボンパーツになっているという感じですよね。で奥が赤の結晶塗装になっております。で馬力自体はですね、まあ、V8 の、まあ、ターボエンジンで、720馬力を発生するという車になっているんですけど、この後のモデルっていうのがミッドシップというところで言うと 296GTB というのが、まあ、V 型の6気筒のですね、まあ、EV を中にですね、まあ、ハイブリッドな形で乗せているという車になるんですけど、実質 V8 の、 あのモデルのこのエンジンモデルというのはですね、今のところこの F8 が最新ということになっているんですけれども、まあ、これですね、 F8 はやはりこのフェラーリをこうミッドシップのフェラーリを乗られる方にとってはですね、296は EV だから、まあ、ちょっとこう、F8 はまあすごくいいかなということで、需要が伸びたというかですね、相場的にもかなり高く推移しているというところもあると思うんですけれども、まあ、これ F8 をまあご紹介をさせていただく中でですね、まあ伝えるべきことじゃないのかもしれませんけど、個人的にはですね、296の GTB とか GTS はまあ取り扱いしたことがないんですけど、すごくよくできてるんですよね。ただその V8 のモデルのフェラーリがいいよねっていう、まあ、V8 ってずっとフェラーリの歴史からすると長いというところがあるんで、まあ、おそらくまあこれが最後になるか、まあ、チリンドリーとかもね、まあ812が最後と言いながら、まあ、12気筒出たんで、まあ、この光景が出るのかどうか分かんないんですけど、まあ、そういったこだわりの強い方がですね、多分好まれる車ということになるのかなというふうに思いますね。はい、トランクスペース見ていきたいと思います。トランクスペースはですね、まあ、このミッドシップのフェラーリというのは、まあ、何度もご紹介させていただいてますけど、かなり広いトランクスペースというのが確保されております。今このカバーがこれね乗ってるんですけど、大きめの荷物をですね乗せることも十分可能になっておりまして、まあちょっとした1泊2日ぐらいの旅行であれば全然許容範囲で使えるという感じになります。でこちらですね、オプションプレートになるんですけど、これ見ていただくと分かる通りですね、オプションプレートがかなりぎっしり書かれてあるんですよね。まあ、これもオプションが少ない車だと結構こう簡易的にちょちょちょっと書いてあるような感じになって、パッと目で見て分かるというところがあると思うんですけど、かなりですねオプションについても充実したものになっております。これもですね販売サイトの中でこのどういったものがオプションとして、選ばれているかというのはですね、全て記載をするようにしたいと思いますので、まあ、そこをご参照いただければというふうに思っております。それではですね、走らせていきたいと思います。まあ、最初からですね、今、まあ、オープントップで、まあ、レースモードにしてですね、今バルブ開閉スイッチをオンにした状態にしてます。でブリリアント のマフラーがですね入ってるんですけど、奇跡的な音がしますよね。もう3000回転超えたぐらいからめちゃくちゃ気持ちいい音がしますね。このミッションの反応がですね、むちゃくちゃいいですね。これThank you.
馬力がねやっぱ720馬力とかあるんで、まあ、全然、まあ、こういうところであのアクセルを踏み込むこと自体がねなかなかそこまでできないんですけど、まあ、その片鱗を感じるだけでもねすごいですねこれやっぱり。でそれほどね乗り心地は悪くないんですよね。それもすごい不思議ですよねこれ。この F8 も多分40キロ未満とかだったらね動きながらこうやって開け閉めができるという感じになってると思うんですけど、今ねスポーツモードにして見てみます。で今バルブ開閉スイッチをこれをオフにします。どうですかね、さっきの感じと全く違う感じですよね。やっぱ日常から街乗りでもですねあんまりにもこう排気音がバンバンあるとちょっと落ち着かないというところもあると思うんですけど、ちょっとね街乗りで乗るという機会でもこのぐらい静かに乗ることができる、まあ、グランドツーリングカーのようなですね、感じの車に早変わりしてしまうという感じですよね。で昔ってこのフェラーリはですね一昔前は特に今よりも走行距離が伸びにくかったというのがあって、これなんでかって言ったら日常にやっぱ乗れない車だったんですよね。でこれが、まあ、今のこの F8 とか、まあ新しいモデル296とか、まあ、そのあたりの車っていうのも日常に普通に乗ろうと思ったら乗れてしまうというね、まあ、ユーザビリティの高さみたいなものがすごく高まったというところがあると思うんですけど、この車であればですね、まあ、日常でも普通に乗ることができるという感じにの車になってますよね。これでもいいですね。めちゃくちゃオープンで開くっていうのと、あとそのブリジアントのマフラーとかっていうのが入ってて、フェラーリらしさっていうのをですね全開することもできて、日常では、まあ、こういったそのルーフトップを落とすと、まあ、こういうね閉めて走ると、まあ、普段使いも十分にできるというね、まあ、1台で何役もこなしてくれるような感じの魅力ですよね。いやなんかそのこんなに乗り心地がいいというね感覚っていうのは外見からちょっとわからないと思うんですけどね。やっぱ今、まあ、フェラーリ全体的に、まあ、いろんなその車種がある中でですね、やっぱリセールとか、まあ、総合的なものをよく論じられる時にですね出てくるのはやっぱり F8 スパイダーっていうのがよく出てくるんですよね。まあ、F8 スパイダーっていうのはやっぱりリセールもすごく高いっていうのと、まあ、いろんな意味でですね所有することによる資産価値だとか満足度とか総合点っていうのが非常に高いっていうのもですねちょっと乗ってみるとよりこう感じさせてくれるというね、ことが実感できる感じですよね。はい、いかがだったでしょうか。フェラーリの F8 スパイダーのご紹介をさせていただきました。このですねフェラーリの F8 スパイダーっていうのはおそらくねよく車を購入してリセールとかをですね話をの話題として上がってくるときに、まあ、割とどのまあ、スーパーカーの取り扱いをしている、業者さんでもですね F8 スパイダーはやっぱりいいよねというふうに皆さん幾度音
言われる車ということになると思うんですね。車の出来そのものっていうのも本当に素晴らしいというのもあるんですけど、先ほどですね 296GTB 非常にいい車というふうなことをですね、私個人的に思ってるんですけど、全体的なですね今のその販売の台数とか、まあ、そういったものをですね、考えた時にリセールバリューっていうところで言うと、まあ、F8 の方に軍配が上がるのかなというふうに思っております。また、F8 トリビュートよりもですねこのスパイダーの方が、よりこう需要としてはですね高いということも言えると思いますし、またこのフェラーリの場合はオプションをいかにどのように選んでいるかというのが非常にこの車を買うときの大きなポイントになってくるのかなというふうに思うんですけど、これぐらいのですね豊富なオプションを選んでいる車というのはそう多くないということもあるのと、あとスーパーカーらしさですよね。まあこういったその白のあのカラーリングに、まあ、中赤のシートにしたいとかですね、そういった車が、まあ、大体多いのかなというふうに思うんですけど、あえてですね白と黒のコンビにしているというところもですね選択肢としては、また渋いなというふうなことをですね、センスの良さと同時に感じていただける個体になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはですね、車のその程度とかいうものに関してはですね査定もきちんとつけさせていただいておりまして、動画などもですね見ていただくと、この車の魅力っていうのはですね、まあ、その片鱗を感じていただけたんじゃないかなというふうに思いますので、まずはですねこの動画を見ていただいて、参考にしていただいてですねお問い合わせをいただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。